まったくじゃ。ちょっと困らせて。いやびっくりじゃの。そういや、なんで鏡川っていうか、しっちゅうかね。それも行くか。え、存じてませんが。もうちょっと下流に行くとの。この川の水は。坂本さん、こんにちは。医者医者じゃ、見せてみ。つい先ほどから急に腹を押さえて苦しみだして、こりゃいくん盲腸かもしれんじゃ。盲腸？腹の腑が炎症を起こす病気じゃ。乱歩医師か治せんしのものじゃ。そんなとにかく急いで運ぶがぜよ。おい、誰かこの子を運ぶの手伝ってくれんか。上司様じゃ。来ない時に、なんちゅうことぜよ。何をする気ぜよ。待て、女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の腑の病気に。おお、それで今すぐ乱歩医のところへ行かないと手遅れに。ですからここをお通しください。そら大変な話ぜよ。なあ。おお、大変じゃ。腹の腑の病気か何か知らんが、手遅れになったらなったで、それがその子供の寿命っちゅうことぜ。腹痛程度でずうずうしい女子じゃ。わしら上司の横を素通りできると思ったかか。そんなに上司様は偉いのですか。何？私は大津藩の出です。4年前この土佐藩の豪氏のところに嫁ぎました。でも土佐はおかしい。大津なら武士は人を助け、こういう時には誰よりも親切にしてくれたというのに、同じ人間なのにどうして。女子様のお通りは
この子の命より重いんですか？ゴーシの嫁風情が何を抜かす。そうじゃ、土佐では上司が絶対、わしらに逆らうことなど許されんのじゃ。いちいち俺を苛立たせる。な、何者だよ恩師。土佐藩豪士坂本龍馬。豪士じゃと？豪士の分際で恩師や。早く行け。しかし俺は根っからの土佐人だ。上司連中の性根は知り尽くしている。こいつらにはいくら道理を説いても通用しない。んしゃあ、こうするしかねえんだよ。その子の命を助けたいのならな。ありがとうございます。ご神ごときがどうなるか分かっちゅうか。ああ、上司様に刃を向けたりはしねえ。間違って殺してもしたら仕返しにこの町ごと焼き払われかねないからな。なんじゃと。後で報いは受けてやる。だがお前らにも女を殴った報いを受けさせてやる。この命知らずが。かかってこい、ぬるま湯育ちのお前らに痛みってもんを教えてやる。えらいことぜよ。ほんまにやってしもうたちや、あの兄ちゃん。答えな。俺だって分かってるさ。この土佐で上司に逆らったらどうなるかなんてことは、ここにいる誰よりずっとな。何事